映画友達ラムです。ラムズッキュン。どうも映画チンピラジャガモの斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。今日はバブルを見てきました。バブルはですね、ネットフリックスさん、はい、同時配信されて劇場でも見れるという、パルクールの話なんですけど、設定が変わっていて、まあ、どうやら近未来というか、ちょっとこうディストピア的なあの世界設定になっていて、東京がね、ある日こう泡で覆われて、なんかでっかい泡にこう覆われてですね、中がこうちょっとこう無重力空間みたいなところが、こう、いろいろある。で、例えば電車だけ浮いてる。そうそう。ビルは沈んでるけど、みたいな。ちょっとこう、そこのこう、均衡がこう、崩れちゃった世界で、どんどん東京から人がいなくなるんだけど、この彼ら若者たちが、パルクールをするためにこう、残って、で、こう、いろんなチームとこう競い合っていく、みたいな、はい、まあ、そういうこう、まあ、青春ものなんだけど、ちょっと SF がちょっと入ってるような、ちょっと変わった設定のアニメでしたね。ちょっとお恥ずかしながら僕パルクールってあんま分かんなくて、実際にあるの？あります。スポーツ、スポーツ、あ、実際あるスポーツやったってこと？そういうことなの？山かしって映画あったでしょ。あ、山かし、あれだよ。お、山かしだなと思ったけど、あれ山かしだなじゃなくてパルクール。あ、パルクールか。そうそうそう。キャラクターデザインを担当されたのが小畑武先生という、うん、私が漫画家の中で一番好きな先生で、うん、デスノートとか、うん、バクマンの作者の、ね、ああ、なるほど、はい、うん、私はそこをちょっと重点的にポイントとして見てみたんですけど、劇中結構作画変わるんですよ。なるほど、さあ変わってたね、うん、ここが大事っていう時とか、結構気持ちが入る時の作画がものすごく綺麗で、うん、やっぱうまいなとか綺麗だな、小畑武史が分かるようなキャラクターも出てきて、うん、特に私が、あの、うわ、これは小畑武史だって思ったのが、うん、あの敵役、はい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 、ちょっとあの敵というか、ちょっとメカ使う、そうそう、はいはい、メカを使ってちょっとずるいようなことをする、うんうん、あの嫌なライバルがいるんですけど、うんうんうん、そのライバルチームの一人がね、あのちょっと顔を明かすシーンがあるんですよ、はい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 、そのシーンがもう完璧、あ、小畑武史だっていう、なるほど、確かに、それで私はぶち上がりましたね。完全にね、うん、猫背でね、 L なんですよ。そうだよね、うん、確かに言われて気づくね、確かに、うん、そうそう、 L で楽しみました、うん、なるほど。で、内容としては、なんて言えばいいんだろうそんなもんじゃないそんな感想中にモジモジすることある？いや、私はあんまり好きじゃなかったどの辺があんまりでした？新鮮味はなかったんだ、はいはい、うんうんうん、すんなりは見れちゃったんですけど、うんうん、新鮮味なかったのと、あと同じシーンをやっぱいっぱい使ったりとか、同じセリフをいっぱい使ったりしてて、ちょっともうこれキュッとしたら30分に収まるんじゃないかっていうぐらいの内容ではあったので、うん、新鮮だなっていう気持ちにはちょっと慣れなかったっていう部分は正直ありました、うんうん、ただもう泣けましたあ、泣けた泣いちゃった。あ、だからこういう話弱いのよ。あ、はは、うん、人魚姫なんですよ、要はこの話。そうね、題材のね、元ネタがね、うん、元ネタが人魚姫、うん、人魚姫って泣けるじゃん。まあ切ないよね。だから結末とかすんなりわかるけど、うん、嫌でも泣いちゃいましたね、私。バブルが出たってことですかね。目からバブった感じですね。先に言うなよ。ポワワワワワーン。パン。弾けた。あ、出てきた。泡の中から。お願いします。あんこが出てきた。泡の中、泡の中、気持ち悪いね。自分で言うのもなんだけど。じゃあ私、見させてもらったんですけど、はい、非常に美しい。っていうのは第一印象ありまして、うんうんうん、本当に、まあ、ラムちゃんも言ったけど、まあ、映像、絵というものが、すんごい綺麗だし、うん、あとその、こそ、東京がちょっと壊滅状態、はいはい、要はディストピア的な舞台なんだけど、綺麗っていう、うんうん、それはもう鮮やかな、倒れたビルに草がバーって生い茂ってたりとかね、して、そういった、その、色というものを非常に綺麗に映してる映画だなと思って、で、音楽もすごい聴いてて気持ちいい、
音楽だらけで、なんかこういう映画をやっぱ劇場で見るべきだなっていう。そうね、劇場映画だったね。うん、タイトルバブルってだけに本当にこの泡というものをうまーく使った、うんうん、シャボン玉のようにさ、うん、綺麗でもこう割れちゃって儚い、はい、このなんかを綺麗で儚いっていうものがすごい泡を生かしたもうラスト、うん、まあ途中で気づく人も多いけど、ああ泡だからそうなるよね、泡だからそういうことできないよねっていうのがさらにね、うん、もう拍手をかけて、うん、説明なーっていうね。あとはこのアニメーション、うん、今回とにかくこのパルクールというものを見せてるじゃん、うんうん、この躍動感アニメでしかできない。そうね、これはねもうある意味大迫力というか、うんうん、見て楽しい、うんうん、最高のアニメーションでしたね。まず最初に全然関係ないけど感動したのが、うん、ネットフリックスのロゴが大画面で見れるっていう。それは特殊体験、間違えてつけちゃった。そうドゥドゥーンって、でドゥドゥーンって言わないじゃん。言わないでそこがなんかあれドゥドゥーンって言わないみたいなこの大音響でドゥドゥーン聞きてってちょっと思った劇場版ネットフリックス、ね、そう不思議な気持ちになってエンドロール入るじゃん、うん、不思議となんかこう補足が入っちゃって、うん、スキップみたいな画面出るかもみたいな、わかるそのごめんそこまでね、あ本当に俺なんかあスキップって出そうってなんか出たらどうしようみたいなこれプロデューサーがの川村元気さんっていう、うん、新海誠さんの君の名もやってるし、うん、天気の子もやられてる有名なプロデューサーさんなんですけど、うんまあ、この方の元でまあやっているゆえか、うん、新海誠っぽいねみたいな、うん、あ確かにって思うところが、まあ、結構あって、世界系って言われる2人の登場人物によってこの世界の命運が決まっていきますみたいな、感じがもろにそういう話じゃないですか、うんうん、出会いもそして別れもというかさ、まあ、いろいろこう含めて、まあ、世界系感がすごい強いんだけど、新海誠さんとかとまた違うのが団体戦になるでしょ最後。そうね、うんで、そこがすごい僕はいいなって思っていて。確かに。割と世界系って、他の人物ほったらかしになっちゃうんですよ。ああ、確かにね。それこそ二人だけの世界。そう。二人しか、むしろ解決できない。そう。パルクールってでも団体戦じゃないよなって、これみんなで行く必要あんのかなと思って最後見てたんだけど、うんうん、あ、なるほど、そういう風にこう、団結をして、まあ、とあるゴールに向かっていこうとする話なんだ。うんみたいなのがやっぱりこう普通のこう世界系と違って仲間たちと一緒にいる感じがやっぱりすごくいいなって思ってて、プラスパラリンピックを見てるような、あーありましたね、はい、一部この時代にこのやる意味がやっぱ非常にあるなと思っていて、で主人公もさ、まあ一応あるハンデがあるじゃん、うんうんうん、でなんならそのヒロインもある意味ハンデがあって、うんうん、ハンデをこう持つ人たちが協力してこの世界をこうパルクールで生き延びていくみたいなものがナウイなというかさ、なるほど、なんか今だなっていう感じがすごいあったし、やっぱりね見て思うのはやっぱ新海誠さんの時ってやっぱ癖がすごいのよ。出てましたね、はい、天気の子だったらホテルでとかさ、はい、ちょっとでそっくりな場面あったじゃん、脱がしたら溶けてるみたいなのとか、うん、一緒だし、君の名だったら口上酒がどうのとか、うんうん、そういうやっぱこう誠新海のがちょっとスケベなんですよ、うん、この眠っていた性欲みたいなものがこう出ちゃうのでつりのそうで、それがまあ良さという人もいると思うんですけど、気になっちゃう人がいるじゃない、うん、バブルはやっぱそこ控えめというか、はい、その癖そんなにやっぱだから監督が誠新海じゃない分、うん、こんなにこう見やすくなるのかというか飲み込みやすくなるんだつまずかないんだ、そうつまずかないっていうのがやっぱりすごくいいなって思ったし、うんま、お色気シーンはわかる、直接的でよかったなと思うそうだからね、その方がまだいいのよ、わ、うん、かりやすいから、うん、見たことあるなーなんだけど、どこかちゃんとこう新しさがこう要所要所ある、うん、でかつ絵が美しいみたいなのとかすごい良かったんですけど、ただ僕はなんかそのバブルの世界になっていることの原因とか、あとルールみたいなもの、そこがめちゃくちゃ曖昧じゃないですか今回。そうね、すごい抽象的なんですよ。だからみんな頑張ってるんだけど、これ頑張った先大意味あるのかなとか、感情の流れ的にこう
あんまりこう上がっていけないというか、うん、映画内で起きてること全部説明する必要はもちろんないし、うん、あの意味深なことがあっていいと思うんだけど、うん、それにしてもちょっとこうあの委ねすぎというか、うん、そうね、ちょっとだけ不親切、うん、そうなんですよ、だったね、その知りたいところが知れなかったところもあるよね、そう、うん、あの最後の熱いクライマックス持ってくるとしたら、うん、あのクライマックスで盛り上がれるようにこう下準備をしていただきたいというか、うん、それこそこうバブル、本当にバブルというか、なんか感触ないみたいななんか手応えないけどまあとりあえず進むかみたいな、うん、ことになっちゃ、そこまでバブルになっちゃうのがちょっともったいなかったかなというか。なんか久々にアニメ見たけど、やっぱいいね。東京崩壊しちゃって、大空がわーみたいなさ、うん、広いみたいなさ、それだけでなんか涼しくなるというか。なんか急にアホみたいな。うん、こちらバブル上映中でございます、はい。ネットフリックスでも配信中でございます。ちょっと遠くて行けないよっていう方はですね、うん、お家で見てみてはいかがでしょうか。はい、ブーどうも映画バカ芸人アンコです、パニパニュー、アンコさん、あのおならよそれは。いや違う多分バブルのねイメージだと思うんですけど、そう、いやほら臭いとか言う、あ臭いって言うおならだじゃん、そうダメじゃん、ダメ動画匂い伝わんないから思っちゃう、冤罪になっちゃうから、あ本当だ臭っ、うわ出た、こっちまで来た、最悪だ。